ゲームスタート。どうもこんにちは、こんばんは、イワです。稲妻イレブン2ファイヤー全開でこれやっていきましょう。ということで、もう準備はできたんで監督に声かけていきましょうか。遠藤くん、もう出発の準備はできたのかしら。いつでもできてます。心の準備は出てきてますから、もういつでも。私はキャラバンの準備をします。終わったら声をかけるから待っていてちょうだい。なんで監督が準備できてねえんだよ。うわ、なんかグランドにキャラバンあるの新鮮だな。やっぱり俺、稲妻キャラバンかっこよくね、これ。普通に好きなんだけど。みんな聞いてくれ。お、なんか遠藤がキャプテンしてる。俺さ、みんなに会えてよかった。この旅ができてよかった。サッカーに感謝だ。おい、これ遠藤の死亡フラグじゃないだろうな。何を急に言い出すんだよ、恥ずかしいやつだな。俺思うんだ、日本だけでこんな熱いサッカー魂を持つやつらに会えた。だったら世界には、そう、この地球にはどんなやつがいるんだろうってさ。おいおい、ずいぶん気の遠くなる話だな。まあ宇宙人よりは現実的かもな。うっしっし、これからまだまだいろんなやつとサッカーをやってみたい。だから俺たちは絶対にエイリア学園に勝って、あいつらのやっていることを止めないと。史上最強のメンバーの俺たちなら絶対に勝てる。だから頑張ろうぜ遠藤くん。うん、絶対勝てるか。ふん、相変わらずだなお前は。でも不思議だね、遠藤がそう言うと何でもできちゃう気がするよ。ま、勢いだけって気もするけどさ。うっしっし、でもよ、勢いって大事だぜ。ノリが悪いと勝てるもんも勝てなくなっちまうからな。そうや、うちとダーリンのラブラブパワーがあれば100人力やで、お前ベンチ外ってこと今もうそろそろ気づけな。リガな、お前そろそろ、お前ずっとキャラバンに残ってること気づけな。入院しているカズマルさんたちのためにも俺たちが最強だって示さなきゃ。よし、みんな気合い入れるぞ。お、エンジン、じゃ俺も。俺たちは絶対に勝つ。おお、気合が入ったな、気合が。おお、なんだなんだ、なんか心がポカポカする。なんだこの感じは、不思議な力が湧いてくるのを感じる。本当だ、でもなんで。うわあ、めっちゃポカポカする。今のは、うわ、なんか現れた、急に現れたな。みんな、キャラバンの準備が整ったわ。覚悟はできたかしら。はい、よし、やるぞ。エイリア学園を倒して楽しいサッカーを取り戻そう。おお、なんかみんな消えてくやん。さあ、お、行ってきます。みんな手振ってただろうな。彼らに地球の命運は託された。頑張ってくれたまえ、稲妻イレブンの諸君。お前、稲妻2になってからお前それしか言ってくね、稲妻イレブンの諸君。お、俺引き抜きしたっけ。あ、もしもし、あ、響きか、どうした。総一郎、ひとみこ監督は、あいつはどこにいるのか。ひとみこ君たちならつい先ほどエイリアの本拠地へ向かったか、どうかしたのか。クソ、一足遅かったか。響き監督、一体何があったんですか。その声は財前総理、実は。なんだと、まさか彼女が。私は今から遠藤たちを追いかけてエイリアのアジトへ向かいます。鬼瓦のやつも急いで向かうと言っていました。何か分かったら連絡しますので、それではこれで。響きかっけ、 なんということだ。彼女どこかで見たことあると思っていたが、そういうことだったのか。キラひとみこ、トゥーン、まさかのキラ。お、富士の樹海行ける。おいおい、俺たちは樹海に行くんじゃないだろ。今からまず行くところがあるだろ、俺たちには。エイリアの本拠地、富士の樹海出発。いいんだよ、出発も俺たちには行くところがあるんだ。俺たちにはまだやり残してることがあるはずだ。元気かなってね、と見に行きたいなと思います。アフロディが仲間になったのかとかカズマル言うから、あのゼウスのアフロディが仲間になったなら勝てるよな、エンドみたいなこと言ってそうだけど。お、まだいた。まだってなんだよ、いるよこいつらは。なに、お前ら、なんだなんだお前ら、もうは、もう、え、もうお前ら、あれ、同じ話しかしない。なんだお前ら、元気ねえじゃねえか。お、エイリアに負けない合流って、もう俺ら最終決戦なんですけど。もう合流もクソもねえんですけど。おい、じゃあお前ら、あれだぞ、俺たちがザ・ジェネシス倒すまでずっとこの病院いろな。分かったか、誰にも知らない音は大人に声かけられても無視するんだぞ。分かったかお前ら、小学校の時習ったよな。うん、待ってろよ、絶対にどこにも行くんじゃないぞ、俺は信じているな。な、栗松、頼んだぞ、お前が指揮を取るんだ、未来のキャプテン。
さあということでもうこれでやり残したこともないんでね、心置きなく富士の樹海に行けますね。よし行こうぜ。お、あいいねこの稲妻ブレイク組、なんか一緒に並んでるのちょっとほんわかするわ。おーいお前さんたち、そろそろ富士の樹海に入るぞ。いよいよエイリアとの対決が近いんですね、ひとにこ監督。そうね。うわあ、びっくりした。わあ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 、なんだこの揺れは。うわあ、びっくりした。ドワー、いたたたた、急ブレーキなんてどうしたんですか古川さん。またクマでも引いたか。すまん、でもキャラバンで行けるのはどうやらここまでのようだぞ。え、いや、ナッツ BGM。 トゥーントゥーン、プラルラルン、パンパン、ルラルラルン。うわ、川があるぞ。これじゃ確かに車は進めないな。こんなところに川があるなんて計算外だわ。おそらくこの川はエイリアのエナジーの影響で地割れが起こってできたのね。そんな地面を割っちゃうくらいのエナジーだなんて。とにかくエイリアの本拠地まではまだ距離があるわ。歩いていくので時間がかかりすぎる。なんとかしてキャラバンで行く方法を見つけましょう。ん、ウシシードン。おっと、おい、うわーす。やっちゃダメだろそれ。ちょっと小暮くん、危ないでしょ。俺はただ雰囲気を和ませようとしただけだぜ。うっしっし、う、早くずぶ濡れになるところだったっす。ん、あ、あれはキャプテン、あそこになんかあるっす。あそこにある大木、ちょうどこの顔の幅と同じぐらいの長さじゃないっすか。どれどれ、あー確かにな。キド君、これはもしかしたら、ああ、あの大木を運んでこの川にかければキャラバンも通れるかもしれない。そうね、迷っている時間はないわ。やってみましょう。みんな向こう岸に渡って大木を運んできてもらえるかしら。大木を運ぶのか、それなら僕も力になれるかな。私と古株さんはキャラバンで待機します。よろしくね遠藤くん。はい、わかりました。お前ら古株と何、キャラバンで二人で待機してなんだ、何やろうとしてるんだ。遠藤、ひとみこ監督だがエイリアについて少し詳しすぎると思わないか。スーパーノヴァについてもなぜか前から知ってるような言いぶりだった。え、でもそれって監督がエイリアについて調査していたからじゃないのか。それにしては知りすぎている。キド、ちょっといいか。ここ名言来るぞ、名言来るぞ。あの監督が俺たちに何か隠しているのはみんなも感づいている。このままの状態で決戦に挑むのは不安だと俺も分かっているつもりだ。だが遠藤はあの監督のことを信じている。だから余計なことは言うな。あいつは人を疑うことを知らないからな。疑うのは俺たちの役目、信じるのは遠藤の役目だ。だろう。このニヤ、このニヤってか、これ名言すぎるだろう。俺好きなんだ。ニヤ、俺たちの役目だろう。ニタ。そうだな、俺たちはあの監督の行動に目を光らせておくとしよう。この二人いいよなやっぱ。お、道がない。川の向こうの大木を運ぼうということで、まあこっちでいいんだよね。ルーンルーン、ルタルタルン。まあ、宝箱とかもちょっとさ、確か富士の樹海結構宝箱あったはずなんだよね。ちょっと見落とさないように行こうぜ。あとここなんか迷路みたいになってるから、勘で、勘っていうかもう適当に行くしかねえんだよな。いざとなったら攻略見るわ。さあさあさあ、宝箱取る。これ確か俺の記憶が たこっちでしょ。正しければこっちだよ、確かこっち。うわい、でここも確か右なんだよ、ここも確か右。いや上、いや右だな、右。俺の記憶が正しければ右。おっと、絶対宝箱あるやつ。はい、来た。俺はこれを、なんだ、ダッシュストームの秘伝書。うこれ来た、これじゃね、ダッシュストームの秘伝書。風属性でしょ。風属性って言ったら、まあ吹雪、まあでも、まあ吹雪、ちょ、まだ残しとくか。で、これを確かもう一個奥行ってから上なんだよ。これもう一個奥行ってから確か富士の樹海のチームはそこそこ強かったはず、そこそこ強かった。あとレベル、まあ熱血もね欲しいんで、まあ戦っていきましょうか。五条のヘディングならいけるよ。さあメガネクラッシュ、ドーン。ういけるっしょ。あれ、うおー、プレッシャーパンチ技使ってきたか。めんどくさいね、こっちちょっと TP 消費が多い技しか。あい、バカでよかった。お前がバカで本当によかった。さあループシュート入るっしょ。いやマジか。
お前それキリジになるからやめとけ。マジでうんこできなくなるぞ本当に。うんちができなくなっちゃうよ。これもう一回、あいよし、お前がバカで本当に良かったと俺は心から思うよ。これ打っていきましょう。ボレシュート技使いたくねえな。オーバーヘッド、これどうだ、これいけるっしょ。いやまだ無理。これあれパワースパイクの片手版みたいな感じで、あこっち来る、あそっち来たか。まあまあまあ、おっと、じゃあこれアフロディーで、アフロディー、うわマジやってくれんね。さすがに立ち向かい取ってくれるはずでしょ。オッケー、時間が怖いねそろそろ。でも何分、あと4分、全然いけたわ、全然時間余ってたわ。おっと遠藤くん、遠藤くんタックル、はいナイス。さすがリベロ遠藤くんやってくれるね。いやーこれちょっと当たりそうだな、前前のこのブロックに。さあやっぱ当たったか。まあ、ゴジョもう一発打っていけない、フェイント。いやお前マジかよ。まあなんかめっちゃ四股踏みの体型だけど、めっちゃ、わー負ける、これ負けるやつ、これ負けるやつ、これこれ負けるやつ。あー技使えばよかった、負けるぐらいなら、負けるぐらいなら技使えばよかったよ。めっちゃ熱血持っていかれたんですけど、ただでさえ熱血ポイントねえのに。またここ確かガゼルいた、ここ確かガゼルがいる場所覚えてるから俺、ここ確かガゼルいるんだよな、ここガゼルかウルビラだった気がする、覚えてるから俺。こっち行こうか、上行こう。いやさあ、おーリボル、リボルバーズ、リボルバーズ、なんか名前だけ一枚だな。これエンドメガトンヘッド使っちゃうか、かわす。お、マジか、やるね貴様ら、やるじゃないか、褒めて褒めてやろう。これアフロディ、お、モグラフェイントか。さあなんかアフロディなんか肩掛けみたいなのしてるな。これワンチャンゴッドハンド使っとくか。お、よかったよかった、さすがに止めれんだろう立ち向かい、任せたぞ。いや嘘でしょ、主人の樹海に負けてるようなチームがエイリア学園に勝とうなんざ、もう100年早いわマジで、勝てるわけね、もう熱血回復できないしよマジで、本当にやってくれんなマジサッカーバトルの野郎ども。また行きども、誰かいる、あ宝箱、お熱血ありがてえ、これ誰、秘宝道、うわめっちゃいいの売ってるんですけど、めっちゃいいの売ってるんですけど高い、ちょ覚えとこう。デュアルスマッシュとかこれ確か強いもんね、林属性の2人技。デュアルでも無限座ハンドを覚えるとしたらいらないのかな、うん、だからどこだよ道マジで。ここ上行ってみるか、確かまっすぐ行ってないよなここ。ルーンルーンと、あそうこっち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 、絶対こっちだってる、ここ右行ってあともう1段階かませれば確か到着する。お、リボルバーズ、さっきはよくもやってくれたろお前ら、手加減しねえからな本当に。もうメガトンヘッドかますよ、さあ究極奥義、お前にこれが止められる、お前その技は遠藤大輔のグハ、やったぜ。まさか、まさかお前は生き別れた俺の兄弟か、もしかしたらそうかもしれない、生き別れた兄弟だったのかもしれない今のやつは。なぜあいつがゴッドハンドを覚えているのか、それは彼にしか分からない。これどっちだっけ、これもう右行こうぜ、あいやこれ下、これ確か下、これ確か下だよ、うわ絶対合ってる、これ絶対合ってるやつ、絶対これ宝箱あった、絶対この辺宝箱あった、ないんかい。よし誰かいる、お、めっちゃ宝箱、待って誰か、え、おいお前らなんでいいんだよここに、ムカタ三兄弟どうした、ここで会ったか100年目、俺たち木戸川中と練習試合しろみたいな、嫌です、危ねえ、今 A ボタン押したかもしんない、びっくりした、今はお前ら戦ってる暇はねえんだ、一刻も早く、お、ここでいいんだよね、よしこの大木を運べばいいんだな。あ、一ノ瀬かっけえな、よしこれならキャラバンも渡れる、渡れるかな、
ふぶき、ちょっといいか。お前と二人で話がしたい。え、うん、いいけど、何の話かな。お前だけじゃない。アツヤにも話があるんだ。お前の事情は遠藤たちから聞いた。過去に何があったのかもな。そうなんだ。ボールを持て。え、お前、前に俺とサッカー勝負がしたいと言っていただろ。この間の続きだ。さあボールを持て。僕はもうサッカーできないんだ。アツヤに変わらないとサッカーなんてできないんだよ。ジ・アースが成功しないのもきっと僕のせいだ。でも僕はこのチームを離れる勇気もない。でもアツヤになればみんなの役に。甘ったれたことを言うな。お前がいなくなった時、あいつらがどれだけ心配していたかわかるのか。シロだろうがアツヤだろうがそんなことは関係ない。遠藤たちが見ているのは全部ひっくるめてのお前なんだ。全部僕。俺も昔はそうだった。サッカーを諦めることを妹のためと言いながら同時にそれを言い訳にしていた。君がそんなに完璧そうに見えるのに。俺は完璧なんかじゃない。お前はサッカーが好きなんだろ。好きだよ。でも好きなだけじゃダメなんだ。完璧じゃないと。完璧じゃないからみんな僕の前から消えていった。父さんも母さんも敦也も、そして染岡くんたちも。僕は完璧にならなくちゃいけないんだ。完璧でないから僕なんていない方が。一人で完璧になろうとするのか。みんなで完璧になろうぜ。え、お前は遠藤と一緒に旅をしてきて何も感じなかったか。あいつはサッカーを通じて自分が一人じゃないってことを教えてくれる。一人じゃない。そうだぜ、ふぶき。みんな聞いていたの？俺たちはみんな一人で強くなったわけじゃない。みんながいたからできたんだ。そうだよ、ふぶきくん。一緒に頑張ろう。ここまで来てさ、一人で悩むなんて水臭いよ。みんな、お前は一人なんかじゃない。チームのみんながいつだってお前を支えてくれている。そうだよな。確か吹雪がさ、俺は一体何なんだって叫んでた時、一ノ瀬と軌道めっちゃかっこよかったよな。 俺たちはお前が帰ってくるのを待っているみたいなこと言ってた。あれマジでかっこよかったんだけど。俺はここにいてもいいのかな。当たり前だろ吹雪、一緒にサッカーやろうぜ。そうか、悩むことなんてなかった。僕は、俺は二人揃って吹雪四郎なんだ。ようやくわかったかよ。たく、四郎は本当にめんどくせえ性格だよな。あ、敦也、わかっただろ。お前は一人じゃないんだって。助けてくれる仲間がいるって。もしかして敦也、それをわからせるためにわざとエイリアの誘いに乗ったの？さあ、どうだかな敦也。アツヤ、どこか行っちゃうの？行っちゃうも何も、俺は最初からお前の心の中だけにいた存在だ。それにもうお前には俺は必要ないだろ。アツヤ、おいおい、そんな情けない面すんなって。僕は今まで自分の中で作り出したお前に頼ってばかりいた。それじゃお前だってなかなか目が離せないよね。でももう大丈夫だよ。これからはチームのみんなと完璧を目指す。ああ見てるぜ、お前の心の中からずっと見てる。それじゃあ元気でな、シロ。アツヤ、ありがとう。キャプテン、お願いがあるんだ。これを預かっておいてもらえないかな。これはお前がいつもつけていたマフラーじゃないか。うん、これはアツヤの形見なんだ。でももう必要ない。僕の心の中にアツヤがいるって分かったから。吹雪。ああ、わかった。お前の思い、受け止めたぜ。ありがとう、キャプテン。ゴンジ君、みんな。ええ、なんか照れるけど。よし、それじゃ、キャラバンに戻ろうぜ。星の人本部に出発だ。来たお帰りと言うべきなのか、はじめましてと言うべきなのか、わからないけど。これからもよろしくな。